こんにちは、私たち天空オンパレードです。あやかぴです。いずみんです。ちほりんです。私たち成人組のね、メンバーは毎年健康診断を受けてるんですけど、はい、ね、今年はなんと今流行りのあれやっちゃいますということでアレルギー検査しまーす。いや、世の中にはね、いろんなアレルギーがありますからね。はい、自分たちがその自覚してたり、はい、そのもしかしたらこれなんじゃないかなって思い当たるのをみんな各自書いてるんで、ぜひぜひそれをまず発表していきたいと思います。はい、おいちゃーん。カニ、マンゴー、モモ、ダニ、ホコリ、キウイ、キノコ、ヒノキ、サクランボ、ね、主に自覚があるのはカニなんですけど、カニ食べるとめちゃくちゃ手とかかゆいし、なんかちょっと口の中もかゆいんで、これちょっと一番危ないんじゃないかなって思ってます。なるほど、はい、イズミンはじゃじゃん、これです。イズミンはアレルギー検査とかしたことないんですけど、これほんまに思い当たる節があります。花粉、スイカ、リンゴ、パイン、メロン、カニ、豆乳、ホコリ、トロロ、緑の草系で大根おろし、生のトマト、これほんまですよ。え、でも大根おろしなんかありそう。大根おろしなんかおろしたらなんかある気がします。え、大根自体は大丈夫？うん、おろしたらダメ。はい、じゃあ私、チハリンのアレルギーと思われるもの、じゃん。ハウスダスト、まあ、ホコリですね。ホコリ、スギ、ヒノキ、あとユズとサバとパイナップル。あ、でもユズとパイナップル全然食べれるんですけど、なんか触ったら結構痒くなったりするんで、一番危ないのはハウスダストですね。なんか小学校の時に血液検査したことがあって、その時にハウスダストアレルギーって言われたんで、あ、まあ、確実かなと思います。でもこれで違ったらどうしよう。はい、なのでこの、ね、検査結果をとこれを合わせね、うん、していって、どのような結果になったのかがすごい気になりますね。ドキドキ。私たちのね、自分の自覚してないやつも出てくるかもしれないし、そうそう、ここに書いてないやつがもしかしたら出てくるかもしれないし、ね、そういう自分の体のことをね、まだ知らない部分もあるので、このアレルギー検査で知っていきたいと思いまーす。おーおーはい、ということで今日はアレルギー検査を受けに来ました。イエーイいやー、アレルギー検査ということで検査を受けに来たんですけど、注射するとかないやな。これテストだけじゃないの？注射するに決まってるやん。血液で人間なんでも分かっちゃうのね。私たち結構注射怖い組なんで、すごいちょっと見えてるんですけど、昨日も頑張ってこうやって詰めて痛さをね紛らわせてきたんですけど、まあでもこの検査でいろいろアレルギーが分かるといいですね。はい、はい、ないことを祈りたいんですけど、はい、なんか年齢によってアレルギー変わってきたりするらしいんで、そう、子供の頃なかったとしてももしかしたら今発症してる可能性もあるしね。はい、それを受けに行きたいと思います。はい、では行ってきまーす。怖いよ、めっちゃ嫌や。ということで、ただいま診察室に来ました。緊張する。ドキドキアレルギー検査受けますよということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。どんな感じ、なんか症状は？私、その自覚症状はなんかカニあるじゃないですか、食べ物のカニ食べた時になんか口の中痒かったり手痒くなったりするんで、それがちょっと自分の中で自覚症状があるんで、あとは結構鼻炎、アレルギー性鼻炎なんで、それが何に反応するのかっていうのを知れたらいいなって。どんな感じですか、症状？症状、なんかあんまり自覚症状なくって、で小学校の時にすごいくしゃみがひどくって、一回血液検査を受けたことがあって、その時にハウスダストアレルギーって言われたのが最後でした、ね、それ以外は特になくて、はい、それ以外は、まあ、花粉症っぽいなと思ったりもするんですけど、そんなにひどくないんで、いつも放置してて、まあ、困ったら食べてください。はい足回りで、足回りで、問診票、お酒かい、あ、問診票もう一人ください。ごめんなさい、嫌です。理解した。めっちゃ遅れてます。嫌なので、
ました。あ、そうですか。どうないですか。私はなんか春ね、春くらいの花粉症みたいな症状がめちゃめちゃやばい。まあ、コンサートぜひ。私も花がやで。まだやった。いやいやいや、シュが一番嫌い。大丈夫、ずっと見えたんですか。はい、普段どちらで解決されてるとかありますか。わかんないですか。ちょっと左で見てみます。ということで、アレルギー検査終わりました。勲章頑張った証、証頑張った。みんなね、ちゃんと赤い血が流れてました。いやでもアレルギーってほんまに侮れないからね、そうほんまにレベルによってはすごい大変なことになったりするし、やっぱり自分の体を知っていくっていうのは大人になってすごい大事だなって思ったので、今回このような機会がね、はい、できてよかったなってすごい思います。結果がね、まだ今日じゃなくて来週に分かるらしいので楽しみに待ちたいと思います。今日の先生すごい親切でしたね。めっちゃ気さくなフレンドリーな先生の方でちゃんと話もしてもらえてすごい良かったなって思います。皆さんもぜひぜひよかったら自分の体を調べるためにもアレルギー検査とか受けてみたらいいと思います。おすすめしますよ。じゃあ結果が楽しみです。はい、以上天候パレードでした。はい、ということで先日受けたアレルギー検査の結果が届いたようです。めっちゃ楽しみですね。はい、それでは見ていきましょう。じゃらん、じゃらん、ほえ、おお、え、やっぱそう、やっぱそう、やっぱそう、全然ない。ゴーのやつが2個もあります。ちょっと待って、やばー、あれあれ、カニが、あ、でも結構上がってる。なこっち全然、全然めちゃめちゃマシ、私全然ありません。あ、次一緒や。ということで、はい、出ました。やば、すごい、すごい。私全然ありません。キラン、どんな、私ハウスダストが自覚症状あったんですけど、まあ、それはやっぱり出てました。あと何、え、ダニダニらしい。でもこんだけ、あと全然ないです。イエー、健康。はい、私はなんと杉と何、マラセチア学校です。何それ、わかんない、初めて聞きました。ということで怖いですね。あとカニは自覚症状があったんですけど、カニもちょっと出てます。結構アレルギー出てますね。やばい。こんな感じです。エビも出てる。すごいね、予想通りやんか。うん、すごい。ユズミンの味だ。こんな感じ。やばい、この杉が一番すごいことになってる。ゴーって書いてます。こんなもん？どんなもん？全然ない。でなんか上の方は割とあるかも。ゴキブリも。なんか花粉症がめっちゃひどいなって思ってたから。やばいよな、結構。こんな、まあまあやばかったんやなって思う。あ、上やっぱ。でもなんか下が全然なんか予想。予想したりも全然ない。めっちゃ書いてたよ。すごい。いやでもこうやってね、今まで知らなかったことが知れてました。イエーイ。花粉とかはね、対策できると思うんで。はい。みんなも一回受けてみてね。あ。はい、私たちのアレルゲンを報告させていただきます。はい、私チハリンからです。私はもうここですね、ハウスダストと
あと花粉系ですね。花粉症が出てます。チラリ、これ以外全く出てないんで最強ですねだから花粉症とあとホコリには気をつけます。はい、私はねすごい繊細なのでダニとかスギとかあとゴキブリガーも出て、もう一番残念なのがこの甲殻類エビカニです。もう好きなんですよ、エビもカニも好きなのにちょっと出ちゃいました。あとまあ日常的に鼻が結構ねムズムズするんで、それはこの辺かなっていうのがすごい解明されました。ゆるちゃんはこの上のハウスダスト、ダニと花粉と、なんかこの辺のよくわからん草たちがほぼほぼ全滅してます。あとこのゴキちゃんとガーちゃんがちょっと予想通りあとこの一番下のラテックスっていうのがちょっとだけ気になります。それぐらいかなはい、自分の体を知ることができたので、これからはちょっとずつでもね、ちょっとだけ気をつけて生きていきたいと思います。バイバーイ。